や、福島に来る前は、宮城の仙台に住んでました。まあ、仕事としては料理の専門学校を卒業した後に、まあ、和食のお店で修行を積んで、その後はインドネシアの方に日本料理を教える形で専門学校の方に赴任して、で戻ってきて、で屋久島に来てお店を始めた感じです。ちょうど屋久島に知り合いがいて、その方がこのお店の物件が開くよっていう話を電話くれて、あ、じゃあとりあえず見に行きますっていう感じで見に来たら、もやさんも、まあ、僕らみたいに独立して飲食店をしたいっていう人を探してたみたいで、縁だよね、うん、あの本当にあと何日かで別の場所に決めようとしてたところを、うん、たまたまその電話がもらったタイミングがそうだったので屋久島になったっていうところもあるので縁だよね、うん来る前はあの東京のもうそれこそあの都心に住んでて、もう四ツ谷とかああいうところに住んでて、写真の仕事を、まあ、でずっと15から山登りしてたので、山の写真を撮る、もう山岳写真の有名な先生の下で、まあ、デッチ奉公という感じであの一緒にこう暮らしてるような感じでしたね。まあ、写真でだけで食っていくっていうよりはもうちょっと違うこともしたいなっていうのもありましたので、当時あの一緒に夏休みとかに、まあ富士山の登山ガイドとかもしてたんですけれど、まあ当時特に登山者が山ガールブームでこう増えてましたので、まあ大体富士山か縄文杉っていうこうツートップだったんですよね。でいろんなお客様にこう縄文杉行ったとか屋久島の話も結構あのお話を聞けてましたの で屋久島はまあ実は来たことがなかったんですけれども、どうしようかなと思った時に、じゃ あのちょうど女房と結婚っていうのもあって、じゃあ移住しようかっていう話になって、屋久島なら俺多分すぐ仕事できると思うって言ってで森も行きたいし見たいしって言って、それでちょっと調べて、もう女房がなんか調べてここを探してるよって言って、で電話して割とそれですぐ決まったっていう感じで、屋久島って結構呼ばれてくるなんて言い方も昔からあるみたいで、まあ、そう考えると本当にこううまい具合に呼んでいただけたのかなっていう、もう一度こういうところ住んでしまうと、もうその東京の都心に帰ろうとはやっぱり自分は思わないですよね。屋久島ってこう島民性っていうんですかね、あの割と何でも受け入れてくれる方たちですかね、あまりこうノーと言わない文化があるみたいで、だ移住者にとってはかなり楽に非常に移住しやすい島かなと思いますね。屋久島に移住してすぐも実は1ヶ月ちょっとわざと余裕を取っておいたんで、4月から働くのに、まあ、2月末に来て1ヶ月は女房と一緒にもう釣りしたりとか、まあ、島中回ってみたりとか、まず島を知るところから始めようっていうので、まあ、いいあのリセットになったかなと思いますね。まあ、屋久島来てから釣りとかも始めて、あの食べ物とかもこういろいろ草を教わったりとか、あの非常にやっぱり島暮らしっていうのにこう自分がフィットしていく時間としては、あのやっぱり働き始めると一気に忙しくなりますので、あのいい時間だったなと思いますね。子供を育てる環境っていう意味ではやっぱり自然があった方がいいとは思いますし、宮城の中でも仙台の中でも結構街中というか大きな道路沿いに住んでたので、子供が三輪車漕ぐにも外でできなくて、家の中の廊下をこう三輪車で駆け回ったりしてたんですね。で、まあ、遊びに行くのに公園とかはあるんですけど、家の中だけじゃなくて外で、うん、あの自然に遊んでほしいですし、上の子が虫大好きだったり体を動かすの大好きだったりするのを考えたら、もっとこうあれはダメこれはダメじゃなくて、わーっと遊べるような場所っていうのでは場所を探したかもしれないですね。こっちに来るタイミングが一番上の子の小学校の入学に合わせたんです。あのすっごく小さな学校のイメージで来てたんです1学年5人とかそんなんだったらどうなのかなって思ってたんですけど、意外と普通に一クラス30何人っていう、来てみたら全然心配することもなかったです。本当にお互い様なので、見るのが普通で見てもらうのも普通で、なんとかが言ったからよろしくねみたいな感じでお互いしてるので、このまま宮城にいたらなんかあれしちゃダメこれしちゃダメとか全部こう制限かけなきゃいけなくなってたと思うんですけど、ここだともう何でもありなので
それは子供にとってはね、良かったのかなとは、思います。結構割と何もかもポジティブにやってる気はしますので、まあ普通にまあ毎日海とか川とか毎日のように行ったりするっていう、その贅沢さですよね。で屋久島の場合は、まあ海も山も森も川もこう全部揃ってますので、子供にとってはいい暮らしですよね。でここも夜はまあこんなところですので、普通に天の川が毎日見られたりとか、そういう環境の良さっていうのは、まあ大人になってこう子供も気づいてくれるだろうしで、僕らもやっぱり都会から移住してきてますので、凄まじいなと思いますよね、この自然の強さっていうのは。やっぱり自分はこういう仕事柄をガイドをしてますので、で当然こう子供たちっていうのは育っていくと、部活やったりとかでこう土日もあまり遊べなくなったりとかするとは思うんですけど、やっぱりいつかは絶対島を出ますので、育った子は出るまでにこう一通りの、まあ、登山とか一通りの島の遊びは全部こう体験させてから出したいなとは思ってますよね。山で2泊3日でこう縦走してみたりとか、まあ、もちろん縄文杉とか宮の浦岳登るとか、そういうのは全部こうやってあげたいなとは思ってますよね。屋久島は移住の人が結構多いので、受け入れる側はそんなに多分、まあ、受け入れ慣れしてるというか、だからそんなにね、なんか中に入っていけないっていう感じはなかった。まあでも島だからこそ、僕が今までやってきたその飲食店の経験で通じない部分っていうところは不安っていうか、まあありましたよね。その例えば仕入れだったりとか、まあハードルっていうほどじゃないですけど、不安な部分はありました。季節感があるよね、やっぱね。ああ、旬のものは本当その時しか。街にいたらなんかいつでもあるものがいつでもないので、逆にね、今この季節だなっていうのが分かるっていう、それこそグアバの時期、ポンカンの時期、タンカンの時期とか、野菜とかもなんかもうその時にブワーッと出て一瞬で終わっちゃうので、でもそれが普通なんだよね、きっとね。今年あんま食べなかったなっていう、また来年待たなきゃいけない、食べ逃したら。移住してきてやっぱお店を一緒に始めたので、なんかずっと駆け足で忙しい、子育てももちろんちっちゃかったんであるので、意外と自分たちが屋久島をまだ楽しみきってないところはありますよね。子供もちっちゃいのもあるから山とかも登れなかったし、海も山も川とかもね、最近知ったところとか結構あるもんね。地元の人しか知らない川とか、そういうのをこう、ね、ガイドブックには載ってない川とか、地元の人が知ってるところとかに子供たち一緒に連れてって川遊びしたりとか、あと釣りもここじゃなくてここからちょっとずれたこの辺りの方が釣れるよとかね、そういうのをやっとこう情報を得てやってみ始めてるとこなんで、自分たちが楽しみたいよね、島をね。そうです、まあ、仕事が楽しい、単純にホテルの業務が楽しいですね今。山の仕事もガイドもできるし、すごくこうやっぱり裕福なお客様が多いので、そういう方たちにホテルマンとしてのサービスも面白いし、チェックインからもう空港着いたところから帰るところまでチェックアウトまで全部こうトータルにコーディネートをこうできる立場にいますので、まあ、それがすごく面白い、ね、仕事として。もういくらでも探せばキリがないし、もういろんなことを常に新発見ばっかりですので、でもう毎年も畑やったりとか、まあ、そういうのも毎年毎年やりながら、なんて飽きることはないですよね。まあ、やっぱり今子育てがすごく楽しいですし、都会にいたらやっぱりこんなに子育てにはまあ関われないのかなと、まあ、運動会とかそういうのも多分なかなか行けないと思いますし、子どもたちを育ててるっていうのは大事にしたいなと思ってますね。やっぱり田舎で育つと都会に行きたくなるのは当たり前ですし、今ゲームとかもそういう子ももちろんいっぱいいるし、でもそういう中でこうアウトドアだったり、まあ、屋久島の自然にこう目を向けられるようにこう誘導していくっていうんですかね、こう教えていくっていうのもちょっとこう楽しみな面ですかね。